4AP になっちゃう。まあレネクトンとかでもいいよ。あ、面白くない、ね、まああとはオーンとか、うん、まあさらに面白い。あ、オーン超いいね。ルブラン、じゃあレネク俺のジェイスでもいいけど言わなかったのに俺、ね、あえてジェイスのジャックスへのカウンター要素っていい？あのいい。メレーいい？そう。まあこれもあるよ。やだジェイス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 。オッケー。え？あのルブランサポートだ。マジかよ。そんなんあり？マジか。迷ってない？血迷ってるよね、マジで血迷ってる。本当にやるのかな。いやでも本当にやるものを見せてくれないとね、こっちだけ手の内を明かしてる感じするよね。あれ油断してたけどジェイスやん油断なんでよ、なんでよ、油断してたでなんすか。喜んでください、ジェイス出ました。クザさん、いいところ見せてください。ジェイスの任してください。俺ね、ジェイス好きなんすよ。あ、嬉しいですね。まあ、強いか置いといておい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 、これね、行きます。ミニオン出撃まであと30秒。コグマウにしろ、ジェイスにしろ、こっちのチャンプ、味方がピックしたら士気が下がるの多い。負けたら明日は出ない。まあ、トップ見てあげたいのはあるんだけど、一旦トイッチ見ますね。ジェイスが味方にいる時のジェイスは楽しいだろうな。困るな、この試合。何？なんか、本当はジェイス見てあげたいんだけど。そう、でもね、ジャックスリリー相手だったら別に見なくても、ファームだけ食えば、イーブンにいけば勝てるよ。うん、そうなんよね。ただクズハさんワード見てもいけるいけるってなるか。お、大丈夫、ね、やばい。1レベルは対レベル1は逃げた方がいい。54 14 14 あーもう TP 使おう。バックで TP でいいかな。 TP した方がいいんだよ。はあ、キモすぎた。バックワードレブランいる可能性ある。これちょっと待って、ちょっと待って、もうリメイクいいっすかこれ。リメイク案件来た。いやマジでリメイク案件これ荒らされた。あー、やってるな。オッケー、これはちょっと止められないかな。まずフェイズラッシュ、フェイズラッシュやべ、ここはあえて。あぶね、フラッシュ切っちゃった。あー、やったんだ。頑張って。おもんないこもんない。ねえ、何去ってくんですけど。いや止めたよ、ね、俺たちは。俺らは止めた。おかしいなぁ、動画だと生き生きしてたんだけどなぁ、このキャラ。このボードカさんが釈迦さんです。ウィーウィーウィーサンドバック。なんかボードカさんのテンションが低いと思うのは俺だけ。全然いいだろ。ゾウ先輩の対面より全然いいんだろ。ガチで頭痛い。え、ゾウ先輩やばい、仕上がってる。いや、単純に今のはレイトさ、うんうん、まあまあしょうがない、ね、そうしょうがない部分。そう、単純に VDK が弱い。い10年分のね、あれ分からんゴールされてた。かわいそうだった。こんなまだ刺すのマジかよ今の。こんなしなしなのよ。ショック療法。とどめ刺しいったん今。もうちょい前スタミのクリップ見たことない。あ、俺にアルティメット。なんかブラッシュまで使ってジャングル？いや、ジャングルの借り方まで教えなくちゃいけないのかっていう。何？誰に？おっしゃ。このジンクスの人かな。いや、大丈夫です。安心してください。おもり。おもり。知ってます。ちょっとトライしてみただけ今。リミットテスト失敗。いや、そう。まあ負けてる時に間違えると負けちゃう。なるほどね、そのまんま、すぐ。本当はチャンスがあった。トップダイブが遅いのと、リコールが遅いのと、バロンのタイミングで今ボット行っちゃいけないのと、ドラゴンのところでルート間違ったのと、まあ、ミス重なると勝てない。をいいね。伸びしろしかねえ。あと1週間あったらな、伸びしろでもいいんだけど。前日の伸びしろはもう、マジで。それそのまま出るから。やっぱり出ますか、前日の伸びしろ。俺ね、明日まで言わんかな。伸びしろとは言いません、それ。これなんて言うんですか、じゃあ。穴、これね、穴。穴。ぐっすり。いや、マジで楽しく、本当に。おやすみ。ありがとう、めちゃくちゃ助かったわ。いや、ありがとう。ナイストライ。ナイトラ。ではお疲れ様でした。まるでなんかボドカがなんかね、明日の
代役で来てくれたみたいな感じになってるんですよ。カスタマー集めたらこうなっただけなんだよ。結構辛そうだったけどな、本当に。いやでもね、辛そうだったな。ちょっとメンタルに来てる説もある。追い打ち3試合やった。メンタルからさ、体調不良の時にロール負けたらさらに体調不良になるから。そこにとどめさしに行ったよ、さっき。うん、さっき俺とどめさした。あなたです。このゲーム負けたら自律神経に来る。わかる。多分寝れないぞ。いや具合悪くないそうな、なんかボットだったよ、あれは。かわいそうだった。ルブランを巻くしな。隣がルブラン。3000ダメージ。今の試合、こっちもすごかったけどな。いやなんならこっちがマジでこっち喧嘩し始めたからとんでもなかったぞマジでマジで喧嘩してるあもうそしたらミュートするでござとか言ってシレランセンとかミュートし始めてさ無言でファイト始まったんだよな彼女が言うこと聞かなかった何これ何とか言って戦っていやちょっと自分バッチ取ってきてくださいシャレルさん明日まで仲良くしてください明日まで明後日から喧嘩してください明日はどうしても一応俺クリタファイヤードラゴンって名前でやらせてもらってますファイヤードラゴン。ドレイクはいたんだけど味方に。裁縫箱のドレイクみたいな名前だな。クリタファイヤードレイク。はいファイヤードラゴンです。お願いします。クリタは何なの？じゃあファイヤードラゴンの前についてるクリタは一体何？これおあ撃っていきます。あ待って。俺もやってる。俺もやってる。ミッド側に来て、ミッド側に来て、ビクター、ビクター、ミッド側。ラックスにやろう撃ってる。待ってこれ。見えてないですか。あ、ちょっとまずいか。行っていいよ、オラフ行っていいよ。マジ？殴れ。殴れ。うわあ、マジでろ。オラフね、逃げるためにウルト使うともう絶対に逃げられないから殺しに行った方がいいよ。オッケー、オッケー、オッケー。実際問題あれだな。クズハピックもっと簡単なやつにしないとダメだな。いや、確かにファーストタイムに近いほぼ。ファーストタイムシリーズ。めっちゃやってるから。まあ落ち着きなよ。大丈夫？まあ。大丈夫かな？はい、大丈夫か。大丈夫です。この人は一体何なんだ？あのザヤボトムザヤボトムザヤボトムバロ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 。なんでザヤボトム？ああなんかなんだあいつら。マクロがないのか。マクロがない。ミッドプッシュしたいな。アイアムフルビルド。ボトワンオンワン。これ壁だけ注意すれば多分勝てると思う。壁が行かない壁際は。はい、壁ないねー。なにー？ちょっと待って。おかしいって。勝ち格だろ今の。すげえ。いやゴアドリサだなマジで。まあドラゴンまで。ゴアドリサか。ファームでいいんじゃないかな視界取って。インピターは殴れないと思う。なんなあのキャラ。自分の HP なくなったらファイターに変わるんだけど。バードおお言ったれ言ったれ俺シャルさんにチクチクさえまくとったやれ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 お前は俺がジャングルだったんだけどさお前は俺がジャングルなら勝ってたおいおいおいいやそれはそうやろそれはそうそれはそうやろ当たり前だろなんか友人に基本搭載されてるものとなんか忍者に基本搭載されてるものの差がある。友人なんかわざと中立を狩らずに来るじゃん。あの大きい忍者一回もやんないんだよね。ああ全部取るのをやるからこっちでボットで仕掛けたいテンポ割り勝ってるでござるみたいな。これ勝ったら行くでござるでもう時代は終わったのよ。捨て動きをしないからベタ足2人が許されてる。欲しい時にいない。ベタ足2人が許されてるおかしいけどな。ベタ足強制されたのに俺がその中で頑張ってる。実際ボットレーンガンク何回来た今日通して。なんか1回だけウーコンが死にに来ただけだよね。おかしくない？許されるこれ。まあ下までガンクしないのこれ。あー本番でね。そう本番用なんすよこれ。おいおいマジかよ。バラさないでよ。でもこれシャルさんがトロールなんすよ。
シャルさんは遠ざった。そうそう、シャルさんがジャングルなら勝ったけど、シャルさんがサポートだから負けたんだよね、そっち。お待てど暮らせど何も来ないもん。こんなんやってらんねえよ。ちなみに何がトロールだと。なんか変なポータル3回ぐらいあった。ただバードピックした時点で使えねえだろって話題にはなってた、こっちでは。実際ポータル、ポータルマジで短かった。馬ぶり出た。完全な馬ぶりでしたね今。ガチでイカれたジャーニー出てた。だってなんかライさんも普通になんか困惑してたもん。はとか言って2回ぐらい出てたよ。はなんだこいつみたいな。実際俺のいいもう機能不全になった。だってもうこれ乗る必要ないもん。誰も乗らないもん。誰もないなら俺が乗るしかねえだろ。試合の途中で気づいてた。っていうのは明日もバードの。そうそう。誰がバードのいい乗るのかよく分かんない。いやそう。バックの時いいいるってなってて。そうそうそう。マジカルジャーニーいる。相性いいところもあるけど。いらなくね。いらなくね。